はい、本日はベンチプレスで肩を痛めた時に早く治すためにすることについてお話ししていきます。一応僕ね、昔整形外科のお医者さんの元で働いてて、整形外科のリハビリスタッフとしてね働いてた柔道整復師なんで、そこら辺はプロですなんでお任せください。では早速いきましょう。はい、ではベンチプレスで肩を痛めたらすること6選、まずこちらです、どうぞ。はい、一つ目がアイシングです。アイシングは絶対した方がいいです。特にもうだんだんこう痛くなってきたな、あれ気づけば痛くなってきたなっていう人はまあそんなに意味がないんですけど、例えばもうはいこの瞬間この時間に痛めましたでバツンで、ああ痛めた、絶対この時間に痛めたってこう瞬間的な怪我の人とかは絶対にした方がいいです。もう絶対にしましょう。もしめちゃくちゃ痛くて腕ブラブラしてるのすら痛いっていう人があったら、三角筋しましょう。タオルでもいいんで、タオルをバスタオルぐらいをこう首にかけて、ここら辺で適当にもう軽くでいいんで結んで腕ここに入れる。こうするだけで腕がつれてめちゃくちゃ楽になるはずです。まあ、ここまで痛くなる人はねあまりいないと思うんですが、もしこうめちゃくちゃ痛くてもベンチプレスしてバツンって痛めて、あ腕ぶら下がってるのも痛いっていう人はこういうふうに三角筋をしてください。そして2つ目、受診、病院行きましょう。まずは絶対病院行きましょう。怪我の種類については詳しくは後ほど全部の説明が終わってからするんですが、肩の怪我っていろいろあるんですよ。インビンジメントだったりとかスラップリージョン、あと上腕二頭筋、上頭筋断裂の可能性もありますし、まあ、腱板損傷の可能性もあります。まあ、どれかをしっかり判断させないといけないですし、もしかしたら全く別の可能性っていうのもあります。たまたまベンチプレスをしてる時に痛みが出たけど理由としては全く別のやつだった。例えば50型の石灰性沈着炎っていうやつだったら、それはもう注射すれば治った、基本的には治るやつですし、しっかりとまずはどんな病気なのか、どんな怪我なのかで、別の病気の可能性はないのかっていう可能性を排除したいんで、絶対に病院には行きましょう。まずはこれは絶対。そして3つ目、ベンチプレス以外の筋トレもやっちゃダメです。特に気をつけないといけないのがアームカールとサイドレイズ。サイドレイズとアームカールとかって全然ベンチプレスと関係ない大胸筋の種目じゃないやんっていうことなんですが、大胸筋自体を痛めてるんじゃなくて大胸筋の周りの組織を痛めてる可能性があって、例えばスラップリージョンっていうのだと上腕二頭筋の長頭腱っていう長い方の腱があるんですが、そこの根元の部分が剥がれそうになっているっていう怪我なんですが、そんな状態で例えばアームカールしちゃうと、もうそこの上腕二頭筋の腱なんでね、上腕二頭筋に負荷がかかるとそこの腱にも負担がかかってしまうと。そしてサイドレイズ、皆さんインピンジメントっていうのは聞いたことあると思いますが、インピンジメントっていうのは上腕骨と肩甲骨の衝突なんですが、上腕骨と肩甲骨の衝突で骨自体が傷んでるんじゃなくて、骨自体が傷む場合もあるんですが、骨自体が傷んでるんじゃなくて骨と骨の間にある棘上筋っていう筋肉が傷んでる可能性が高いんですよね。そしてその棘上筋っていう動作っていうのはこの動作なんですよ。肩の外転、特にこの肩の外転の一番下の方なんですけどね、肩の外転のこの動作で使う筋肉なんですよ。だからもしそこを痛んでる時にその動作でさらに痛めちゃったりっていう可能性もあるので、ベンチプレスで痛めたからベンチプレス以外をやっても大丈夫だろうっていうのはあんまり考えないでください。じゃあスクワットやったらええやろうと考える人も多いと思うんですが、スクワットのこの担ぐ動作、この動作、これね肩の外旋なんですよね。でこの外旋っていうのはさっき腱板損傷の方とかは絶対やっちゃダメな動作なんですよね。じゃあいつから筋トレしたらいいねんっていう話なんですが、お医者さんの指示に従ってもらうっていうのは大前提ですが、2日間ぐらいは安静にしてもらって、そこから様子見ながら順次再開していくっていう形をとってもらったらいいかなと思います。そして4つ目、タンパク質めちゃくちゃ取りましょう。もう普段以上に取りましょう。これはもう単純明快で、怪我してるところを治すのはその細胞分裂で組織を修復していくんですが、その時に必要なのは当然タンパク質です。なんでタンパク質をもういつもよりいっぱい取りましょう。例えば2日休んじゃうからもうその時はプロテイン飲まなくていいわじゃなくて、もう怪我してる時だからこそプロテインめっちゃ伸びましょう。マジでプロテインしっかり飲んでるのと飲んでないのでは怪我の治る速さっていうのが、僕の体感ですが、トレーナーとしての体感ですが全然違います。新スプリントとかの患者さんとかも本当にマジで全然違います、プロテインを取ってるのと取ってないのでは。はい、で5つ目、ベンチプレスのフォームを見直しましょう。もうこれは絶対です、再発しないために。ベンチプレスのフォームが悪いから
肩を痛めてます。僕自身も昔マックスが120ぐらいの時は結構肩を痛めてたんですが、今は150上がる、マックスが150なんですが、今はもう全然肩を全く痛めずにベンチプレスすることができてます。そしてそのためにベンチプレスのフォームを見直すために重要なのが6つ目、胸椎のストレッチしましょう。なんでかというと胸椎が硬いと正しいベンチプレスのフォームを取れないです。なんで胸椎のストレッチをしましょう。じゃあ胸椎のストレッチの方法はこんな感じ。はい、以上がベンチプレスで肩を怪我した時にする6つのことになります。今からはベンチプレスで起こる怪我の説明についてお話ししていきます。一応起こる可能性のある怪我っていうのを自分で認識した方がいいかなと思うので、今後軽く今から説明していきますので、気になる方はそちらもチェックしてください。はい、では今からベンチプレスで起こる怪我について説明していきます。まず1つ目がインピンチメント。これは皆さん多く聞いたことあると思います。インピンチメントっていうのは文字としては衝突っていう意味があるんですが、ある状況下において肩甲骨、上腕骨と肩甲骨があって、上腕骨が上にガンガン当たっちゃったりするんですよね。あとこの関節が曲がるときにこう当たっちゃったりとか、そういったときにこの骨自体が痛むんじゃなくて、棘上筋っていう筋肉があって、その筋肉が挟まれて痛んじゃったりとか、肩甲骨下活液法っていうクッションみたいな、水が詰まったクッションみたいなのが潰れちゃって、そこが炎症起きちゃって痛むっていうのがインピンジメントです。インピンジメント症候群とかも言ったりしますけど、ね、じゃあ2つ目、腱板損傷。じゃあそもそも腱板っていうのは4つの筋肉の総称の名前で、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋っていうこの4つの筋肉があって、これが肩の関節を安定性を高める4つの大切な筋肉なんですが、このうちのどれかが損傷した場合が腱板損傷なんです。なんでインピンジメント症候群で棘上筋を痛めた場合も腱板損傷なんですよね。だからまあ損傷、若干かぶってるっちゃかぶってるんですが、改めて腱板損傷っていうのはその肩の筋肉が痛んだら腱板損傷って言います。でこの腱板損傷のリスクは何かっていうと、その腱板が関節の安定性を高めてるって言いましたよね。4つの筋肉が切れたりすると脱臼しやすくなったりします。逆に言うと、4つの筋肉を鍛えることで脱臼しにくくなったりもします。3つ目がスラップリージョン。スラップリージョンっていうのは特に野球選手になりやすい、怪我なんですが、上腕二頭筋って上腕二頭筋っていう名前の通り、2つの頭って書いてある通りに2つの筋肉に分かれていってるんですよね。上腕二頭筋があって、直接こっちから肩甲骨につく方、そして遠回りして肩甲骨につく方っていうこの2つの筋肉があって、この腱がこのついて、で肩甲骨につく、でその肩甲骨についた時に関節芯っていう組織を形成するんですが、この上腕二頭筋、長頭腱が関節芯っていうのにつながってるんですが、そこの関節芯っていうもの自体が骨からベロッと剥がれちゃうっていうのをスラップリージョンって言います。僕これになりました。昔ベンチプレスのしすぎでフォームがめちゃくちゃ悪かったんでね。これは当然上腕二頭筋、長頭腱が上腕二頭筋がつながっていった先の怪我なんで、上腕二頭筋に負荷をかけ続けると全然治らなかったりするしますし、アームカールしてる時にここに痛みが出ます。アームカールしてここに痛みじゃなくて、アームカールしてて上腕二頭筋じゃなくてここ肩に痛みが出てくると、もうそれでした僕の場合は。なんでベンチプレスで肩痛めたから、よしベンチプレスのことを以外しようって言ってアームカールめっちゃするとかはやめてください。しっかりと診察受けて自分の怪我が何なのか判断してからトレーニングを行うようにしましょう。はい、本日のお話は以上になります。まあ最後はね、もう雑学みたいな話になっちゃったんですが、他にも何か知りたいことがありましたらぜひぜひコメントしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価してくれるとめちゃくちゃ嬉しいんで、高評価お願いします。じゃあねー。